東京都庁舎は東京都新宿区西新宿にある東京都庁が入居する行政施設。東京都新都庁舎、東京都本庁舎とも言う。旧東京都庁舎である通称丸の内庁舎についてもここで記述する。丸の内の旧都庁舎は1970年代には建物の老朽化、共愛化、分散化といった問題が発生しており解決が望まれていた。 1979年に都知事に就任した鈴木俊一は都庁の新宿移転を強力に推進し、1985年9月に東京都議会で東京都庁の位置を定める条例が可決され、新宿副都心に建設されることが決定された。同年翌10月末には指名設計協議参加者が決定、翌1986年4月に、 丹下建造の設計案が選ばれた。1988年4月着工、1990年12月に完成。翌1991年3月9日に落成式が取り行われ、4月1日より丸の内の旧庁舎から業務を移転した。第1本庁舎、第2本庁舎、都議会議事堂の3棟からなり、東京都の行政の中枢機能を担っている。 旧淀橋上水上跡地の再開発により、誕生した新宿駅西口の超高層ビル街区の中央から西南側に位置し、都庁舎は1.45号地の3ブロックを占めている。1号地には第2本庁舎、4号地には第1本庁舎、5号地には都議会議事堂と都民広場がある。また、第1本庁舎と第2本庁舎は、 西側の新宿中央公園に面している。第一本庁舎は高さ243メートルで観光時にサンシャイン60を抜き日本一の高さを誇った。その後、日本一の座を横浜ランドマークタワーに東京一の座を赤坂のミッドタウンタワーに譲った。着工から観光当時の東京都知事は鈴木俊一。 バブル景気の最中に計画された当時日本一の超高層ビルであり、バベルの塔をもじって、バブルの塔、また投入された税金からタックスタワーと揶揄されることもあるが、反面、東京の観光名所の一つとして、展望室に訪れる人が絶えない。夜間はライトアップされる。展望室は第一本庁舎45階にあり、南展望室と北展望室に分かれている。 両展望室へは、それぞれ1階から直通エレベーターがあり55秒で到着する。入室料はいずれも無料だが、開室時間、休室費は異なる。バーや、喫茶店や、土産店も併設されている。この建物は、地上48階まであるが43.4446から48階は、機械室となっており一般利用者の立ち入りはできない。 1> 第1本庁舎32階及び第2本庁舎4階には外部委託業者2社による職員食堂があり来庁舎は誰でもセリフ方式で利用できるただし施設の性質上営業は平日の8時17時のみである公術の通り都庁関係者以外は入管手続きが必要だが眺めが良く値段も手頃なので人気度は高いまた 1> 第1本庁舎32階と第2本庁舎4階にはウエルシア薬局が出店しており、第一類医薬品を含む医薬品の販売を行っている。たとえ1階にいなくても自分のいる木沢橋からエレベーターで16.2425階に上がれば32階へのエレベーターに乗り継げる。竣工当時、第1本庁舎に指定金融機関である旧富士銀行が 本店東京都庁出張所、第2本庁舎には、東京都交通局の、水道取扱金融機関などを担当している、富士銀行本店東京都庁、第2本庁舎出張所、旧第1官業銀行本店、第2本庁舎出張所、旧三菱銀行本店東京都庁、第2本庁舎出張所が設置されていたが、現在は、に集約されている。上記の3店舗は窓口、 ATM とも東京都庁と無関係な一般客でも利用可能であるが、三菱 UFJ 銀行本店東京都庁第二本庁舎出張所は企業内店舗の扱いとなっているため、三菱 UFJ 銀行の店舗案内では一切公表されていない。その他、第一本庁舎内に東京都庁郵便局及びその他の各金融機関の店舗外 ATM などが設置されている。 この建物は、丹下建造の後期の代表作の一つで、一般にデザインとしてはポストモダンに属するとも、第一本庁舎は一般に、パリのノートルダム大聖堂の形態を引用しているとも言われている。平面型は、正八角形をモチーフとしている。建物ファザードのデザインについては、当時のスタッフの一人、中村コ道が、ノーマンカーバーの著、 日本建築の形と空間に掲載されていた大阪に残る功能、吉村邸の天井を見かみずにある細長い格子状パターンを見つけて採用したものであるが、外向きの答えとして丹下はコンピューターチップをイメージしたとなどと述べている。デザインについては批判もあるが、特徴のある形態のため、ランドマークとしての機能を果たしている。また、第2本庁舎は、 同じ単元の設計した新宿パークタワーと異常的な共通点が見られる。構造的にはスーパーストラクチャー方式を採用しており、第1本庁舎、第2本庁舎とも一棟につき8本のスーパー柱と10階ごとのスーパーりで建物全体を支え、19.2メートルスパンの部柱空間を確保している。スーパーストラクチャー方式は、 同じ単下の設計による、富士テレビジョン本社等でも用いられている。第1本庁舎のエレベーターは北側21機が三菱電機製、南側21機が日立製、地下駐車場用2機は東芝製である。また、第2本庁舎のエレベーターは北側13機と地下駐車場用2機は東芝製、南側16機は三菱電機製、非常用残り2機は、 富士テック製である。さらに、屋外にあるエレベーターも、東芝製である。なお、第一本庁舎24階は、非常時以外中低創用しか停止しない。全42機のエレベーター及びエスカレーターは2012年度から、順次、リニューアル工事が行われ、2014年3月中に、すべて完了した。東京都第一本庁舎、東京都第二本庁舎、 東京都議会議事堂の航空写真2006年2月、建設からわずか16年にして、雨漏りがひどく、その補修に1000億円近くかかることが記事にされる。特別にデザインして作られており、既存の補修方法では、対応が難しいのが、補修費用の高騰に白車を乗りけているとのこと。東京都は2012年より、第1本庁舎、第2本庁舎、 都議会議事堂の段階的なリニューアル工事に着手し、LED 照明の導入、空調設備、給排水衛生設備の更新、精神装置等の導入工事を行っている。都議会議事堂の改修工事は2017年に完了したが、第2本庁舎は2020年9月、第1本庁舎は2023年2月に完了を予定している。 掃除業費は762億円とされている。またオフィスは1991年の新築以来、ほとんどリフォームされていなったため、前日の雨漏りの多電気設備等各種内蔵設備の老朽化が著しかった。新築以来、職員の身分証明や出勤体記録、電子キーとして使用されてきた東京都カードシステムもカードゲートの天気装置の不具合や、 次期ストライプカードのセキュリティ問題から2006年4月に新型の非接触型 IC カードシステムに更新された。2011年3月11日に発生した東日本大震災ではビルの外壁にひびが入るなどの被害が出た。なお、2015年10月5日から本庁拡張者の3階以上をエレベーターを使用して来庁する場合、氏名と 訪問先を書いた受付票と引き換えに、一時通行証をもらってから入庁することになっている。なお、2018年2月8日までは書く、エレベーター入り口前で警備員が確認して対応し、よくここの開口は、オフィスビルの入り口などにもある、機械式の入管ゲートを通って、訪問先へ来庁することになる。2015年11月15日、パリ同時発テロ事件への哀悼として、 トリコロールの3色に3日間ライトアップした。東京府庁舎は当初、東京市幸橋門内に置かれ、1889年に丸の内に移った。1894年に、妻木頼より中設計による赤レンガ2階建て、ドイツ風の庁舎が観光した。また、東京市庁舎は、1898年に府庁舎内に開設された。その後、業務の拡大とともに、 敷地内に文庁舎が数棟建てられている。第二次大戦中の1943年7月1日に東京市と東京府が廃止され東京都が設置された。したがって赤レンガの東京府庁舎が初代の東京都庁舎ということになる。この建物は戦災で消失した。戦後赤レンガの庁舎の跡地に建てられた第一庁舎は指名設計協議によって 三下建造の案が選ばれ、1957年2月22日に落成した。モダニズムの典型的な作例で、開放的なピロティなど、ルコルビュージー的な要素を使いつつも、その作品とは異なり、鉄骨、ガラスといった近代的素材を多用して、一般に軽さを表現していると言われる。地上8階建て、横長の建物で、 新都庁舎が持つ強烈な象徴性とは比較できないものの立面の美しさや構造の独創性などの点から丹下建造の代表作の一つとされている。1950年代末の当時においてはオフィスビルのモデルケースとしての意味も持っていた。都庁の新宿移転によりその用途がほぼ完全に失われること、都心の一等地であり再開発して、 土地を有効活用する必要があったこと、また、モダニズム建築の価値が評価される時期ではなかったことなどから、当初から建物の保存は真剣に考慮されてはいなかった。旧都庁舎のうち、線路の西側にあった第一庁舎や、その他の庁舎は全て解体され、跡地は東京国際フォーラムとなっている。また、線路の東側にあった第二庁舎は解体され、 跡地は駐車場となっているが、第三庁舎の建物は、豊田通商東京本社に転用された後、住友不動産丸の内ビルを経て、現在は、警視庁丸の内警察署の仮庁舎となっている。第六庁舎跡地は1997年に、阪急電鉄に土地を貸し付け、プレハブ建ての仮設劇場、宝塚線レーズ劇場が竣工し、 1998年1月から2000年12月末まで建て替えによって平上した東京宝塚劇場に代わり宝塚歌劇の公演が行われたその後おさら地に戻す契約であったが戸川の移行により建物が継続仕様となり住友不動産へ譲渡されショッピングセンター形態の有楽町インフォスとなり同年11月に1階から3階に 無印良品の期間店となる無印良品有楽町1階にソフマップが開店した2011年9月ビッグカメラ有楽町点別館跡地に有楽町ロフトが開店した2017年度都市計画決定に向けて有楽町駅周辺開発事業として国家戦略特区の事業に指定されマイスを中心とした再開発事業が行われる予定となっている しかし2019年にラグビーワールドカップと東京2020大会に向けたスポーツ拠点東京スポーツスクエアが設けている。旧庁舎前のシンボルであった大田道館の銅像は現在も東京国際フォーラム前に残されている。ありがとうございます。